どうも、としおです。今回はスラムダンクの好きな扉絵ランキングということでやっていきたいと思います。まず、扉絵とは何かってとこなんですが、ご覧の通り、原作コミックの各ストーリーの終わりに描かれている、こういった絵のことですね。ファンの間では、よく小さい扉絵とか、丸窓って言われたりもします。本編に関連した内容だったり、読者をクスッと笑わせるようなギャグテイストで描かれているものが多いので、結構お好きな方も多いのではないでしょうか。ただこの小さい扉絵は唯一こちらのコミック完全版には収録されていません。なので完全版でしか読んだことがないよって方は、今年秋に映画も公開されることですし、初代コミック版や新装再編版で改めて読み返してみることをお勧めします。特にこの新装再編版がおすすめです。で、スラムダンクは全276話あるんですが、各ストーリーが終わるごとに必ずこの扉絵が描かれているわけではありません。で、この扉絵が全部でいくつあるのか数えてみたところ、ダブルチェックしたのでおそらく間違ってないと思うんですが、全部で235個ありました。ただそのうちこのスラムダンクのロゴだけが描かれたものが28個あったので、このようにイラストがあるものでいうと207個ということになります。今回はこの207個の中から僕の好きな扉絵をトップ10で発表したいと思います。当然ながらあくまで僕が一個人として選んだ好きな扉絵のランキングとなっているのと、本編のネタバレを含みますのでご注意ください。ご自身が好きな扉絵と照らし合わせてみたり、あ、こんな扉絵もあったなぁなんていう風に見ていただければ幸いです。では早速行ってみましょう。第10位、248話2年間の扉絵。こちら1年生の頃の赤城と三井のイラストなんですが、まず赤城はですね、この小さい扉絵ではほぼこのゴリラの顔で出てきます。で、この三井なんですが、このイラストの三井なんかすごく可愛くないですか。個人的にこの三井のイラストが結構好きで10位に選びました。第9位、93話三井限界説の扉絵。こちら商用船でバテバテの三井をつつく花道のイラストですね。ちなみに今回選んだ93話の次の94話でも花道は三井のことをつついていて、さすがの三井もやめんかとツッコミを入れています。第8位、189話バスケットの国の扉絵。こちら矢沢の墓石を前にして哀愁漂う安西先生なんですが、そんな安西先生に対して亡き矢沢からは、先生また太ったなと思われているちょっとシュールな扉絵でした。第7位、153話抜けそうの扉絵。ライバル同士の赤城と魚住の扉絵なんですが、ゴリラの赤城とボス猿の魚住が学ラン姿で睨み合ってます。これリアルに想像したらお互い身長約2メートルありますし、結構怖いですよね。第6位、133話責任問題の扉絵。こちら花道が海南戦で敗れた後、坊主頭になって体育館に現れるシーンの後の扉絵ですね。この最後、可愛い桜木くんって春子さんに言われてるシーンが好きなのと、このさっぱりと坊主頭になった花道のイラストが可愛くて好きです。第5位、228話プライドの扉絵。こちら丸い背中大会ってことなんですが、先ほどの6位の花道のイラストにもあった通り、この小さい扉絵で描かれるキャラの丸い背中がすごい好きなんですよね。で、こちら3人描かれているわけなんですが、やっぱみきおは花道から丸尾って呼ばれるだけあって、特に丸いですよね。みきおはこのイラストだと特に映えるなって感じがします。第4位、124話アイプレイトゥーウィンの扉絵。海南戦の後半終盤でダンクに持ち込む清田を赤城がブロックするシーンの後の扉絵ですね。本編では赤城が100年早いわって言いながらブロックして惜しくもファールになってしまったわけなんですけど、この扉絵だとゴリラの赤城と野猿の清田が描かれています。もう扉絵だと100年どころか1000万年早いわになっているのと、しかも火まで吐いちゃってるよっていうね、火を吐くゴリラは初めて見た気がします。第3位、218話湘北徹底解剖の扉絵。こちらはインターハイ2戦目の山王工業をビデオ研究していて、そのままソファーで寝落ちしてしまった安西先生のシーンの後ですね。本編は安西先生が寝言で勝てると言って終わったんですが、その後のこの扉絵では勝てるかなぁと言っていた安西先生ですね。本編からのつながりが絶妙なのと、この花道の丸い背中も描かれていて、個人的にすごく好きな扉絵です。第2位、199話初戦前夜の扉絵です。
こちらはインターハイの初戦前夜に緊張した赤木が宿泊先の千鳥荘を出て外に走りに行ったシーンの後の扉絵ですね。まさかの迷っちゃうっていうね。これ次の日インターハイ初戦ですし、すごい焦ったでしょうね。一方で道を聞かれた男性もめちゃくちゃ驚いてます。個人的には僕もすごい方向音痴なんで、共感も相まってすごく好きな扉絵です。ちなみにこの次の200話でも、豊玉線の控え室からコートに向かう間の道で迷ってしまう赤木の扉絵が続きます。番外編。さあここで1位に入る前に番外編ということでいくつか紹介させていただきます。今回207個の扉絵の中から一旦50個くらい候補を選んで最終的にトップ10を決めたんですが、結構迷いました。まずは16話実力者の扉絵です。こちらは柔道部の青田の宝物である春子さんの写真に釣られる花道の扉絵ですね。春子さんの小学生時代、中1、中2、中3、そして中学の卒業式の写真を持っていた青田がいかに変態であるかが伝わってくるとてもいい扉絵かなと思います。続いてはそんな春子さんが出てくる193話全国が危ないの扉絵ですね。湘北の赤点軍団が追試対策で赤木の家に泊まるストーリーの扉絵です。ルカワが座った椅子を春子専用って紙を貼る乙女な春子さんが伺える微笑ましい扉絵でしたね。ただなんかお風呂上がりの春子のお父さんとかに早速座られちゃったりするんじゃないかなとか思っちゃいました。最後は220話戦う前の扉絵です。山王戦の試合開始直前に各選手に声をかけて回る安西先生なんですが、トイレに入る三井をすかさず追う安西先生、まああくまで旗から見たらちょっと変質者っぽいですよねこれ。はい、ということで以上番外編でした。第1位192話ファーストラウンドの扉絵です。こちらは大学日本一の新体大の唐沢監督と杉山さんがスカウトで赤木の自宅を訪れた後の扉絵ですね。実際本編でも赤木は嬉しさのあまり自宅のベランダから叫んでいたんですが、その後のこちらの扉絵ですよね。万歳、うほー、嬉しい、新体大めっちゃ喜んでますね。しかも両親からかご近所からかわからないですけど、うるせえぞって苦情が来てるっていう。まあ普通に夜ですからね。赤木ってかなり真面目なので周りのことも結構気遣う印象があるんですけど、意外と試合に向かう交通機関の中で1センチケツ上げしたりとか、若干場違いな行動を起こすところがギャップがあって面白いです。結構くすって笑える扉絵ばかりなんですが、この1位の扉絵は個人的に結構腹抱えて笑ったレベルでした。はい、ということで今回は好きな扉絵ランキングということでお送りしました。この動画をご覧になられている最中にもあんな扉絵もあったなとか、いろいろと思い出された方もいらっしゃるのではないでしょうか。個々で好きな扉絵は異なってくるかと思いますので、私はこの扉絵が好きですなどお気軽にコメントいただけると幸いです。今後もスラムダンクに関する動画を上げていきますので、チャンネル登録高評価もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。